皆さんこんばんは今回は個性派俳優として人気の鈴木浩介さんについてお話しします鈴木さんは現在放送されている NHK の朝ドラ「舞い上がれ!」に出演していて話題ですがハーフとの噂もあるようで若い頃がイケメンと話題になっているようですそんな鈴木さんが俳優になったきっかけや妻との馴れ初めについて詳しく調べてみました ままずは軽くプロフィールをご紹介します生年月日1974年11月29日47歳出生地福岡県身長1 7 9トル血液型 AB 型職業俳優タレント司会者鈴木さんの家族構成は両親と妹の4人家族ですが 鈴木さんが中学生の時に両親は離婚していて母親に引き取られ母子家庭となりました母親は地元の北九州でスナックを経営していて女で一つで子供二人を育てるためには多くの苦労があったようですまた鈴木さんの祖父は漁師をしていたそうで小学校時代は一緒に船に乗りイカ釣り漁に行っていたそうです そんな鈴木さんは福岡県にある西南学院高等学校を卒業していてこの学校は福岡県でもトップレベルの超進学校なんだそうで同じ高校の出身者には俳優の松重豊さんがいますまた高校時代は陸上部に所属していて短距離走の選手としてインターハイに出るほどの実力を持っていたそうで文武両道と言えますね そして高校卒業後は青山学院経営学部経営学科に進学していますが俳優の西田敏行さんに憧れ大学を休学して青年座研究所に入所し1997年に劇団青年座に入団しましたが西田敏行さんの退団を機に鈴木さんも退団しその後はテレビドラマを中心に活動していて ライヤーゲームへの出演がきっかけで、一躍知名度を全国に広げることになりました。また鈴木さんは整った顔立ちをしていることから、鈴木浩介さんはハーフではないか、という声がありました。若い頃の写真を見るとハーフっぽさはありますが、両親は日本人なのでハーフではありませんでした。そんな鈴木さんは2015年10月に女優の、 大塚千尋さんと結婚しましまた大塚さんは1986年3月12日生まれの36歳で、出生地は徳島県徳島市で血液型は B 型です。女優として映画、ほのぐらい水の底からや、今会いに行きますなど、数多くの映画やドラマに出演していて、多くの舞台でも魅力的な演技を見せています。 二人は2015年の7月から9月にかけて放送されたドラマ刑事七7人で共演したことをきっかけに交際をスタートさせました鈴木さんは所属事務所の公式サイトで以前から知り合いの間柄ではありましたがこの度互いの気持ちが結婚へと固まりましたこれからは出会えたことへの感謝の気持ちと 二人を見守り支えてくださる皆様への感謝の思いを大切に持ちながら共に力を合わせ笑顔あふれるチーム作りをしていく所存です。と語っていました。また大塚千尋さんも自身のブログで俳優としても人生の上でも先輩の康介さんとお付き合いさせていただく中で大切なことを気づかせてもらい何においても 尊敬できる彼と日々の暮らしを共に、これからもたくさんのことを共有したいと思い、入籍に至りましたと話していて、また、新しい人生のスタート、最高のパートナーと一緒に同じゴールを目指し、私たちのペースで歩んでいきたいと思いますので、どうぞ温かく見守っていただければ幸いです、と語っていました。 そして鈴木さんは2017年11月放送のトーク番組「おしゃれイズム」に出演した時に大塚千尋さんとの初めてのデートや夫婦生活について話していて初めてのデートは銭湯だったそうで他の主演者たちも驚いた様子を見せていましたそんな二人の間には2021年5月3日に 第一子が誕生していて子供の性別や名前は非公表としているようですが仕事が忙しい2人だったのでこの出産報告は多くの方が幸せな気持ちになるニュースでした大塚千尋さんはもともと子供が欲しいという思いが強かったようなのでこれからも家族3人で幸せな家庭となっていくでしょうね鈴木さんは現在 NHK の朝ドラ「舞いあがれ!」で町役場に勤める浦信吾を演じていて田舎にいる普通の気のいい人って感じですが癖のある役もハマってしまう鈴木さんが今後どのように演じてくれるのか楽しみですねこれからもますます活躍を期待しつつ応援していきたいです最後までご視聴いただきありがとうございますチャンネル登録 高評価していただけると嬉しいですまたお会いしましょう